ゴリエちゃんのチア選手権に番組が大幅に移行したでしょ。はいはい、確かにゴリエ選手権すごいやりましたもんね。ずっと朝から晩までゴリエだから股間に挟んでたの知ってます？大事なもの。もう本当に女の子としてみんな見てるから、パンツ見せた時にもっこりしてると男性感が出るから、間に挟んで、その上からストッキング2枚履いて、でその上からフォックスパンティーを朝から晩までずっとそのままじゃないですか。もう最高。また開いた時漢方の原料みたいになってます。もう朝鮮人みたいな。結構あの時揉めたん知ってる？俺は一回番組やめましょうっていう話をしてて、あ、要するに良くない方向に行ってるからです。ずっとチア選手権をずっとやるんであればやめた方がいいと、まあもちろんそんなね芸人の意見が通るわけもなく、それぐらいだって終わる時の最終回の打ち上げなんかもう人前で号泣したの俺初めてかもしれない。僕も泣きましたね、本当に「明日のジョー」のエンディングみたいになりましたもん。俺どうしようって全てかけてた番組終わったって思って、これが本当なのかなっていつもいまだに思うんですけど、紅白とかも出たじゃないですか。紅白をキャラクターが出る、しかも NHK の番組にフジテレビのマーク出したんです。あれ結構上層部には言ってなかったみたいなんですよ、NHK 側が。そこの総合演出とかその NHK 側の、あとフジテレビ側の演出とかが話し合って、リハーサルの時も実は見せてないんですよ、スタッフに全員カメラマンに。で本番でいきなり見せたんですよ。でも苦情も来なかったし、逆にそれを許してくれた NHK も素晴らしいし、それをやったフジテレビも素晴らしいっていうふうになんかなって、でもさ俺出てないの？目玉の真ん中でギュンってやってますね。やってないすごい共感するでしょみたいなことを言われてんけど俺だけそれ言ってない。確かなんかドラマかなんか俺だけスケジュールで無理やったのもあってんけど、だからです。いや違う、いまだに言われんねん。ゴリエちゃんが出てるもんやからクズとしても出てるって勝手に思われてんねん。僕も思ってました。せやろ、はい、で一般の人も当時の漫才のファンの人も「紅白も出ましたもんね」っていうことをたまに言ってくるんだけど出てないね。この理由言うたっけ？また理由あるんですか？なんか今日の会話なんか俺の中では結構思い出が変わっていってます、案内の当時ね、まあ、今やからええやん。もうなんか当時俺 NHK で2時間ぐらい俺のドキュメンタリーやってる。最初ずっと密着でまあまあ追っかけてますよっていうやって、最後30分紅白の映像を使いたいですと。だから紅白はもう決まりましたって言われてて、クズで紅白最後そこに向かってのドキュメンタリーでいきますよと。そらもうあんまり連絡もしてなかった疎遠な親にも「いやちょっととうとう紅白に出ることになったぞ」と。すごいですね。それは言うよそら。最後の30分だけ残しても撮り終わってんですよ。ところが名前は言えませんけども「紅白」のすごい大御所の方が「おい聞いたぞ」と「ふざけるな」と。聞くところによるとチンピラのキャラクターの他局のコントキャラを出そうとしてるらしいなと。そんなものを出すぐらいならうちの若手を出せって大口切れをされたらしくて。ゴリエは OK でクズがダメだったんですか？クズの方が多分ね前やったと思う、その話は。確かに決まりがそうそう、ゴリエがまだ決まってない時ですよ。その紅白に向かっての感じで撮ってんのにどうすんの言って、でももうどうしよう覆らないって言われて、いや NHK さんで密着されてんすよ。急にコントの大オチがなくなってしまったわけ。しゃあないから急遽なんかようわからんドラマっぽい30分の長編コントみたいな、なんかどっちも得しない感じですね。そう、番組側もそうですし、ほんで出られへんし、で親にも黙ってたもんやから、あんたおらんやんっていないよそら消されたからって。あ、もう一回消される体験されてたんですね。されてんねん。消されなれや。いや最初ムカついてたよ。なんとかこの考えを変えようと思って、そらそうやと、この1コントキャラクター、しかも他局のコントキャラクター、クズというキャラクターで一生歌を歌って全国を回るなんてことはしないやんか、って考えた時に、その大御所の方のお弟子さん、もう紅白に出れるだけの才能のあるお弟子さんの方は一回紅白に出たら一生食べていけるやんこの人はと、それを考えたらその人にその枠を譲ってあげたっていうことはいいことやったんじゃないかって、グッズさんと2人で言い聞かせながら、でも歯ぐきから血出てたら「それじゃいいんちゃう？」「それじゃいいやん」